1000円で今峰川から降りてきました。そしたらシラの太郎、黒太郎、もう日本でも指折り少ない三兄弟のね、シラの太郎、これも全日チャンピオンだから今でもうまい、もう65歳だから6歳の、もう太郎はね、この峰川の親分で誰も魚なんかいないし、いい男で優しいし、お、乗った、これわー、バックハンド、うわー、うわー、いやー、こういう乗り方しちゃいけないんですよ、皆さん。テイクオンが遅れてる、これはもう自分で今戦い、俺も今ノイローゼだよ。あー、ダメだ、倒れちゃうな、いい波だ、肩から頭ぐらいね。おー、ほら、あー、やっぱりバックハンド、グーフィーの波なんだけども、こっちがダンパーだから、右側が、左側が、お、うわー、乗れなかったな、慣れてなと思って、惨めだけども、乗れるけど惨めだけども、それがやっぱ練習だね。で、今までこの20年間いかに俺がタブってタービーやんなかったか、今バチ当たってる、泣きたい俺だって思って、俺がいいのチャンピオンだよ昔で、日本の俺がさ初心者みたいに。でもね、今2時間ぐらい入ってて、あの感覚、波との感覚分かった。それにもうどうせね、ワイパーとパーリングするんだったらバンバン乗ってパーリングすればいいのに、その気持ちがまだない。でも今日いい、もうパーリングしてもいいからパーリングしてもいい、そういうね、なんていうの、ガッツがなくなったね。だから今日はすごいいい勉強だった。ね、はい、みんなが乗れないでしょ。またさ、流されちゃって、うねりがさ、ね、結局、なんていうのかな、もう、バチャンと来るとこ、もっと奥から乗ればいいのに、こういう球で、54、5年やってるけども、かわいそうなもんだよ。情けないね、自分。おー、ほらね、下に降りてから立ってんから、手をついちゃってたから、手の立ち方も悪いし。ね。ああ、ね、まだまだ。これはハイドロレックスで軽い板だからフラフラしちゃってるけども、今は20年間乗ってきたヤバな乗ってて、安定感がある普通のウレタンで、スーパーブルーって一番軽いウレタンで、で4オーツで1層の板乗ってるから、それでも軽いのね。ダメだな、結局スープがボトムの入っちゃうからフラフラしちゃう。ラインで焦げないんです。やりすぎて腰痛くてずっと浮いてたんですけど、だから漕ぎ出す時に瞬間だけ漕いでても絶対キャッチできないじゃないですか。で特にロングはあのギャップを全部拾ってて、立った瞬間にもうショルダーが全然こう虫食いじゃないですか。インパクトのあるとこ持ってこないから特にすごいです。じゃあそんな落ち込まなくたっていいかな。全然ありますけど、キャッチした後に立つまでが、引き寄せまでが。じゃあ俺どうやって鍛えたらいいの。一番は多分股関節を、この引き寄せを腕立てから立つ練習ですよ。一番最初にやったじゃないですか。やったやった、俺マリコさんとやりましたよ。ですよね、一番最初にスクールでプッシュして引き寄せる、で立ってから引き寄せるんじゃなくて、でも太郎先生が言うには、平らなところでいくら練習しても、平らなところって立つの大変じゃないですか。大変大変。でも波だとこう斜めになってるから立てるって。
そうだよな。そうだからその感覚で、うん、平らなところでいくら練習しても、うん、それは大変だから。いや坂田でやんなくちゃいけないとか。いやいやいや、そのくらい、うん、平らな方のがハードだけど、うん、キャッチした波だと立てる、うん、で上手い人とそうじゃない人はキャッチしてから立つまでのあの瞬間的なスピードが全然違いますよね。そうだなと思います。いや乗ったら昔変わんないな。あの、ね、キャッチした後の下に来てるのは全然あ、まあ、さ全然変わんない。で帝国の仕方もあれ漕いてるけども、もう一歩か二歩漕げば乗れるってことだな。あと平気です、知ってるから。どんなにだって頑張ったってね、20年30年も前に戻れないじゃん。そうだよな。だからそれを戻すっていうよりは今楽しければいいっていうふうに私はマーさんから学びました。そうか。でも俺今日さ最後に見てて昔と変わってないじゃんよ。いや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 、パクンってやるしさ。いやいやいや、それは俺そのさ今日は何もしてないですよ。いやでもうまいよサーフィンが。もうさ徳田だってまあもう最高うまい。今だビンビンだってさ前2年前ぐらい飲んだ時言ってたから。でここであったじゃん、見たじゃん、乗ったの。徳田が褒めてたんだって。どっかで見たんだって、お前さん乗ってんの。おかしい。日本酒飲みながら最高ビンビンだよ、まだうまい。でもこの辺でしかやってないですよ。だから見てんだ徳田も。苦手なとこ行かないですよ。だから私思うんですけど、今日やりたいなっていう乗りやすい波で練習するのがいいですよね。だから多分今日も沖で吹いちゃってるじゃないですか。あ、で、ね、うねりがこんなで、でさっき太郎さんが言ったようにバラバラしてますよ。バラバラしてます。練りの入り方がもうよれちゃってるんですよ。で俺はさピークが知らないから端っこから乗るから全然乗れない。いやピークがこう三角で寄ってきてないんですよね今日ね。ああそうかそうかそうか。フェイスがだからちゃんときちっと立ってないんで、ずーっとここで漕いでる感じなんですよ。で余計ロングはきついね。はい、すごくほらコブとかあれがこっちに当たるからさ大変だよ。いやでもね今日はさいいこと聞いたね、うんうん、サイコちゃんが俺にマーボーさん楽しくやりましょう。俺それで心に残ったよ。本当嬉しいなと思ってさ。じゃあそれは私が先輩から学んだことで。でもね楽しくやる、もうそんなこと忘れちゃってたけど、やっぱり楽しい楽しくやんなくてやっぱりサーフィンはね。俺そう思ったら今日いい勉強だ。楽しくやりましょう。そんなこと言われたことある意味でさ。いや昔ほら試合やってた頃とかは太郎さんなんか今試合やってるから結構試合モードなんですよ。試合モードもうパクデンチョパクデンチョすごい。さっきのもうピューッと試合モードなの。だから狙う波も、あそうか、乗れる波を乗るんじゃなくて点数出せる波を待って。そうだな、そうだな。今オーラが出てるとか今のなんか6と8ぐらい出てるよ俺のジャッジ。だからすごいよ。だからこういよいよ行っていいよっていうのはあるんですけど、狙ってるなっていう時はちょっと離れようみたいな。そうだから俺だってさもう気遣っていけいけって言ったってね。でやっぱり譲るよ。行けなかった乗れなかったらさもうね悪いから。いや俺だって本物のサーバーだと思ってるから乗れなくても、やっぱりそうやって人のあれを邪魔してまでね乗れないよやっぱり。